わらきり抜刀斎です。とぎ、しです。こちら、A です。あれ、うん、もう、こうじゃないですか。ちょっと、ちょっとちっちゃめで。トライアングルみたいな。そうですね。ここからなんか、あ、気候法みたいな。まあ、そういう感じで。あ、なんか、ビームが出たっていうことで、はい。はい。今日は久々にこちら A さんのところに、はい、お邪魔させてもらって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。実はね、ちょっとご相談したいことがありまして、はいはい、ご相談というか、まずはね、3人で開封をしたいんですよ、今日。なるほど、はい。はい。視聴者さんから、刀が届きまして、ぜひ、わらきりさんに持っててほしい、って言われて、うんうん、いやいや、そんな受け取れませんよ、みたいな話だったんですが、ちょっとまあ特殊な感じで、はい、まあ、ぜひこれで切ってるところが見たいと。お話でですね、まあ、おそらく知らせかなんかに入ってるんじゃないかなと思うんですけども、開封して、はい、ちょっと刀を分析というか3人で見て、はい、お話できればと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。こちらなんですけど、長さ的にはそんな長くないですよね。うん、ですね。2尺ちょいぐらい、この段ボールの大きさからすると ね、 そうだね。刀であれば2尺ちょいぐらいですよね。うん、ですね。実はどうする、こんなのこんなでかいの3振りぐらい入ってるんですよ。そうそう、また簡単に切れないカッターでしょ。研ぎますか。ちょっと肩研いでもらっていいですか。肩が良かった。これ研ぎない。もう好きにしちゃって。え、俺があげるの？いや、当ててるよ。いや、開けたってもう開けて、むしって、むしった後に開けんのって言われてもさ、不思議だね。ちょっとよだれ、よだれ垂らさないでよ。ちょっとここ自宅じゃないから。あ、そっか。そうね。あ、ちゃんと登録証もついてるね。あ、ほんと。でも、最終的にやっぱ刀だよね。まあでも、多少それはあるね。あ、ありますね。あ、ほんとだ。無剃りではないのか。この口調は何センチなの、それ。じゃあちょっと。1センチくらいあるんですよ。あ、ああ、0.2 だよ。うわ、あ、ほとんどないんだ。じゃあ、知らされる剃りわざとつけて。あ、かもしれない、ね。65.3。あ、まあまあ、2尺1寸5分ぐらい。うん。うん、ですよね。細身なのかな。じゃあ、すごく。おさむね。長むね。いや、長むねだ。長むね。多分。長むね。長むね。あ、長むね。あ、でもこの胸じゃないな。長むね、うまいっていう字を書いて、長むねっていう投稿は知ってるんですよ。武士の投稿でいるんですけど。え、武士下から。いや、下からじゃないです。下からじゃないですけど、新陶器にいるんですよ。ただこっちの胸じゃないからな。じゃあ分かんないですね。どうしようね。こっちの胸じゃないし。すごいね、こんな細いんだ。細っ。使いやすい。使いやすいでしょうね。多分軽いでしょうから。軽い？軽い。使いやすい。刺すね。刺すにはいいですね。細っ。へぇー。ああ、でも 0.2 だと思う。寂しい。すごい。ちょっと錆びて、うん、ちょっと錆びてますけどね。中子見てみますか。中子見ましょう。中子も細いね。中子も細いっすね。偽名ではなさそうなの。偽物感はないね。うん。偽物じゃないでしょ。長胸。この胸じゃないんだけど、でもこれ漢文だな。うん、神道だね。やっぱこれ仕込みだよね。うん、仕込みだね。漢文ぐらいだね。仕込み、ことの仕込みってないからね。うん。やっぱり神道。神道は神道、間違いないです。うん。まあこの。長胸って。このサビからしてもね、新神道ではないよね。うん。まあ、漢文ぐらいじゃないの？遠方元禄、そのあたりじゃない？小笠原長宗って言ったかな？確か。でも、この胸はわかんないな。
あれ、名鑑ってあるんですか？ありますよ。名鑑でちょっと調べてみましょう。肌が詰んで、期待傷もないんで、まあ、後頭ではないですね。神道にいるはず、絶対。ただ、この胸が、な、ね、全然違ったら、ちょっとね、飛び石としては、どうなの？肩の鑑定もできないのかって話になっちゃうからね。もうちょっと詳しく鑑定するとかいいね。そうですね、ちょっと詳しく、ちょっとまだ怖い、ね、本当に神道。あ、いたいました。まあでも、サビ絶対神道だからね。まあでも、骨董から続いてるから各代いる。ここが繋がってるかどうかですよね。でも、あーこっち安静、いや、安静行かない行かない、安静行かないよ。あのね、備前の次、武蔵なんだよ。うんうんうん、だから、つながりは分かんないけど、うん、でも、これでも2代ってなってんすよ。備前、武蔵。あ、そう。いや、備前じゃない。そうすると、こちらの備前の長宗とは、備前じゃないっす。備前じゃないっす、全然。全然違います。いや、これ武蔵。うん。うん、武蔵の方だろうね、多分。神道はね、小笠原。やっぱ小笠原か。うん、あ、やっぱそうだ。じゃあ、あれだ。その長宗の胸の字が、改名したんじゃない、こっちに。いや、もともとこれだよ。あ、ほら、これこれこれ、この胸。これは違う。いや、それ武蔵のはずだよ。これは武蔵、これも武蔵。うん、でしょ。解明じゃないね、これは。解明じゃない。また別の人じゃん。本当？でも小笠原だね。うん。うん、小笠原長宗って。あとこれ初代？こっちが。二代はこれの。ああ、なるほど。二代がこっちだ。はあ、なるほどね。じゃあ、あれか、元禄より後か。でも、このサビ…いや、元禄。うん、だよね。サビの感じからすると、万字から元禄ぐらいまでの感じかなっていうね。お父さんがその長宗。うんうんうん。息子。ああ。その、うまいって書く。はいはいはい、はい。胸の息子みたい。息子なんだ、うん。息子の作品は初めて見たね。しのぎ筋の高い優しい作り込みって書いてある。うん、大和気質が強そうな感じ。初代長宗はね、漢文神道だね。古都の長宗は備前だから結構違う。あ、じゃあだいぶ違います。違う、うん、備前じゃないですね、間違いなく。正目肌にすぐ葉を焼いた大和伝の作に終始している。 お父さんの方はね。うんうん、じゃあそれ投資した。だからそれを、うん、の息子だから間違いないと思う。うんうんうん、うん。あ、よかった。ちょっとほっとしたな。お父さんの方はね、漢文10年から、天和4年までの作刀家って書いてある。ほう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 。生でこう、いつも視聴者側で見てると、うん、編集して先に開けてんのかなとかと思うけど、うん、こう生で今開けて、小笠原の方面かなとかって言ってんの当ててるのを見ると、ちょっと感動しますね。いや、毎回素ですよ。生でやってたと思って。そうそうそう。生です。さすがだなと思って。いや、あれですよ。私もちゃんと勉強しないと恥かくんで。すごいな。一応変態なんで。まあ、完全に変態ですね。もうそのうち見ないで中子触っただけで分かる。分かるじゃない。そう、めっちゃ匂いと、こうやって。ちょっと犬見て、ワンコみたいだった。開けるところからもワンコも。そうだね、もう。開けていいって言いながら手はもう開けてるんですよ。やっぱり刀見たいじゃないですか。あ、でも面白い刀ですね、これね。面白い。完全に俺、ヤマトの作りでしょ。うん、作り込みが。俺は解きたくねえこと。次回。嘘。俺ね、実は、うん、昔ね、まだ弟子時代だったんだけど、うん、刺したんで、ここ。何で？やっぱりこれぐらいの細さだったよ。うん。切っ先が。刺したことがあって、刀。内ゴム引いてたときに。やっぱブレるじゃん、最初はね。ブレて、滑って刺しちゃったことがあって。刺してさ、こうやったら刀落ちなかった。で、かなりこの辺までだって切っ先来てたからね。貫通もしなかった。そこからしばらく親指動かなくて、ね、神経切っちゃった。釣り少ない方？同じです、全く。へぇ、はい、この仕込みみたいな。仕込みの。だから、ちょっと仕込みは怖いんだよ。もう今は大丈夫でしょ。リベンジ、リベンジ。これでリベンジ。これで、こしらえをね。ああ、はいはい。
はい、今これ知らされてもこれそれをさ反ってますよね。わざとそれつけてる、ね、そう、バランスをわざと刀とずらすんですよね。だってほらこう見た時にさ全然、うん、結構ついてますからね。だから鞘見たら反ってんじゃんと思って、そう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 、抜いたら直刀じゃんみたいな、うんうんうん、これ全然違う。鞘はね1センチぐらいありそうだし、うん、白鞘の見栄え的にこうしてるってことですか。そうですね、全然こう飾った時のラインとかで、で刀もちょっと変えたりはしますよね。ああ、だから元はこうだけどこう入ってるって、こっちにかなり入ってるですよね、うん、だからこういうことで、うん、だ結構逆もありますよね。刀もっと反ってるのに白鞘で反りを伏せてたりとか、あっていうのだから切っ先側がギリギリになってますよね、うん、これだとね、うん、あだいぶこっち来てんの、音で分かる。うん、これどっからどう見ても多分仕込みじゃないですか、はい、うん、仕込みのこしらえって俺作ったことなくて、はい、こしらえさんってありますか。逆に、はい、普通の内刀をその仕込みのこしらえっぽいように作ってほしいっていうのでは何回かやってますね。ああ、じゃあこういう細身じゃなくて、じゃなくて逆に普通の刀で反りあるやつであるんですけど、ちょっと少なめの反りで、ああ、例えばで、ちょっと仕込みっぽく見せたい3分4分反りぐらいのやつで、はい、そうですね。あ、ただやっぱ見幅ある普通の刀なんで、うん、どうしてもこう、なんですか、深淵に近いよりもやっぱこう、楕円のこういう形になっちゃうんですけど、なるべくまあ反りを伏せて仕込みっぽい、はい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 、うん、竹に見えるやつとかそういう感じのは作ったことあります、ね、うん、なるほど、はい、それなんか写真とか、ああ、あります、はい、あ、竹にしか見えない、竹にしか見えない、まあ、こっちやってもらえばなんかとかあるんで、すごすごいよねこれね。え、これ竹で作ったんですか。いやいや、普通のホウノキで。ホウノキ、はいはい、ホウノキっすかこれ。ホウノキです、はい、これ竹だよね、うん、どう見ても竹だよね。だから俺も言われても、いや、言っても竹でしょって思ったのに、ね、なんか竹のなんかこう皮を張ったのかとかいろいろ、これが木でできてるとは思えない。これ長いんですよ、これね、下からこんぐらいなんか160、元の刀は2尺4、5寸とかですか。いや、元の刀は普通に2尺1寸ぐらいなんですけど、だこう杖ついたイメージで作ってほしいっていうので、はい、で長さこんぐらいの結局短いとこうなっちゃうんで、なるほど、でもう年寄りになっちゃうんで、うん、ちょうどその方の身長からするとこんぐらいだ。面白い。仕込みのこしらえで、はい、桜の木の皮貼ってあるようなやつがあるじゃないですか、はい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 、ああいうのっていうのは、ね、桜の木を削るわけじゃなくて後から貼るんですか。あれなんかいろいろあるみたいで貼ってるのもあれば、うん、はい、桜側塗りっていうのもあるんですよ。塗りで塗りでそういうのもあるし、あと桜側塗りっていう塗りじゃないんだけど桜の木の表面みたいな細工をしてる、うん、あの塗りで表現してる人もいるし、正解ってまあないんで、おそうですね、なるほど、多分これまあ本当の幕末のこしらえなんだですけど、はい、これも多分桜川塗りの一種なんですよ。桜川っていうなんか結構な木の感じですよね。そう、なんかの木の表面的なのを表してる、はい、これこしらえさんが作ったの。いや違う、これ幕末の水戸の。こっちが気になるんですけど、この花模様みたいな、それはあれですね、禁断の布を上から梨地漆で固めてると思います。ああ、布を貼って固めてるだけか、はい、これ立ちにもなるんで、はあ、はあ、これを同じようにさっきの竹みたいな感じで作るとしたらもう本当に丸で作れそうな感じですか。丸だと結局これでも、はい、本当の仕込みの何ですかね、もうあのアイスピックの長いのみたいな、はい、ああいうんだとまた丸なんですけど、はい、これだと結局こっちの幅はまだそこそこあるんで、はいはいはい、横をこれと同じ幅にすると結構ぶっとくなっちゃうんですよね。ああ、なるほど、はい、だからそこを考えると、あ、まあ、やや大変、そう、やや大変の方が逆にその持ちやすいっていうか、うん、結局こうあんましごつくなっちゃうと中は細身でバランスおかしくなるので、うんうんうん、逆に細身な感じの方がこういうのってかっこいいと思う。なるほど、ちょっと楕円は入ってもそんなにおかしくはないと思うんですよね、うん、これで果たして切れるのかっていう、それはちょっと楽しみです。
なんだろうね。で、俺一個疑問なのが、普通のこしらえって、まあ使ってつかまき、サメ皮巻いてつかまくじゃないですか。で、強度が保てるじゃないですか。仕込みって、言うなれば、白菜と作りが変わらないわけじゃないですか。強度的にどうなんですか？本当の、明治初期ぐらいの仕込みのやつって、またいろんなのがあるんで、つかみ強度を普通にあるような作りのやつもあるんですけど。でも、見た目的には、使って分かんないようにしないといけないわけじゃないですか。そうですね。それどうやって強度を？あれね、物によってあれも違うんですけど、全部俺も知ってるわけじゃないけど、いりこ材ってわかります？いりこにしてたりとかあるし、あとは、まあ普通にこう合わせるのでもある、あるっちゃある、あるんですけど、強度を考えるなら、いりこにした方がまた強くもある。確かに。いりこだとどんな感じになるんですか？この白菜と同じ作り方をして、これもっと細く全部削っちゃうんですよ、皮。で、それを差し込むって感じですね。木の中くり抜いた網で差し込むっていう。なるほど。うん、感じ、ね。二重構造ですもんね。本当にくり抜いて。くり抜いてやってやれば強いとは思うんですけど、なかなかまあ作るの結構難しい。ですよね。これで切ってくれって言われてはいるんですけど、使った時に、つかが。このまんまの白砂と同じ感じのつかだと怖いですね。そう。だからその辺、昔のその仕込みのこしらえってどうしてたのかなと思って。まあ、俺もそこまで分析見てないんで、まあ仕込み自体は珍しいじゃないですか。まあそうですね。で今ね、仕込みのこしらえってダメですからね、基本は。で、使ったから残ってないとか、壊れちゃって。とか、あとはね、ほら、法的に見ても、仕込みのこしらえってダメじゃないですか。まあ、こしらえ自体がダメなわけじゃなくて、仕込みに入った状態で保管しとくのはダメじゃないですか。だから白材だけ残してあと捨てたとか、そういうので多分現存してるのは少ないと思うんですけど、ただ昔はほら傘の枝とかさ、そうそうそう、いっぱいある三味線だとかさ、結構仕込みであったじゃないですか。実際にじゃあ使ったかもしれない、でもその使った時ってやっぱり使に強度がある程度ないと、そこで使って塚が割れちゃった話になるじゃないですか。その辺の強度を保つのに、こしら A さんだったらどうしますか？これで作る場合だったら、これだったら、つかまきしちゃいます、普通。例えば、鞘は、ああいう竹とか、まあ、普通の内刀より細くなるんで、まあ、なるべく反り伏せて、杖っぽい感じにはしても、持つところは、ため側だけでもいいですけど、まあ、いっちゃって、で、サメ側に色つければ多分見た感じで多分かっこよくなるんで、そういう風にしちゃうかな。でも完全にこう仕込みだよってするんだったら、もう上と下と同じような竹の方が感じにするじゃないですか。まあですね、だからまあ前作ったお客さんはまあこれで振ったりはまあしないっていうので作ったんですよね。あの作りだとやっぱ強度はちょっときついかなと思うんですよ。で、いりこって言ってもね、実際割り切りさんみたいに何回も切るってなるってちょっとどうなんだろう。あ、何回もは切らないですけど、これで。ただ切れるかどうか、まあ1本2本ぐらいはね、仕込みって言ったらイコール我々だと座頭市じゃないですか。だから本当にね、これで。できるのがね。まあ例えばほら、脇差しとかでは同じ真似してやりますけど、本当のこういう細身の仕込みでっては使ったことないので、本当にこんなんで殺傷能力あるのって思うじゃないですか。殺傷能力があるでしょ。俺思うに骨までは立てないでしょ。と思うけど、ね、だから肉ちょこっとこう切って血が出て、まあ刺しゃ終わりだけど、切るっていう能力はどうなんだろうなっていうのがあるんですよ。どうなんだろうね。結局戦で使うという感覚ではないですよね。基本護身用じゃないですか。ですよね。傷を相手に負わせれば自分そこで事足りないという、まあうね、あれかもしれないですよね。ああ例えば登山用でほら竹の、ね、杖とかあるんだけど、持つところに富士鶴巻いたりするときじゃないですか。富士鶴だけ巻くっていうのだったら、それでもだいぶ強いと思いますよ。色、
合いますよね。ですね。だし、さやの濃い口とかには結構、すりつる巻くじゃないですか。あ、それだったらどうでしょうね。そうですね。だいぶ違うと思います。で、ほら、はい、全部に巻かないで、多分この辺だけちょっと残して、うんね、まあ、ここだけ、ふじつる巻いてとかだったらね。はいはい、うんうん、あ、それでどうでしょう。あ、いいんじゃないですかね。ね。はい。ということで、お願いしてもよろしいでしょうか。わかりました。なるほど、わかりました。やっぱちょっと、竹の感じのこしらえは俺作れないんで。これ見せられたら、うん、もうお願いしますって言うしかないです。確かに。ただ、結局あれも、ふき漆っていう製品なんで、はい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 、季節とかによってちょっと色合いとか変わるんで、うん、まあ、写真とは雰囲気変わる可能性もあるんですけど。いいです、いいです。はい、もうそこはこちら A さんのセンスにお任せ。わかりました。もうセンスいいのはね。そうそうそう。それは間違いないから。もうセンスの塊だからね。いや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 。本当に。ディアゴスティーニでお城作るぐらいだからね。そうそうそう。こだわりがすごいし。そう。いつかこうちっちゃいカメラでワラテリさんにこう城を探検してほしいですよね。ちゃんと1階から上まで行けるんで。ちょっとやりたいね。うんうんうん。俺がちょっと生身で入ってみる。いや、ぶっ壊れる。一瞬で壊れる。一瞬で。すいません、いいですか？わかりました。はい。俺、あれやってほしいんだけど。何？ザトイチでさ、すげえ印象に残ってるのはね、ろうそくを切って、そのろうそくが投資に残るわけよ。で、こういう風にやってるシーンがすげえ印象に残ってて、ザトイチ。あれ、飛ぶでしょ？ね、普通は飛ぶけど、それが、この上にやってほしい。切れるとは思いますけど、切った瞬間、どっか飛んでくるの。まあ、普通はそうだよね。物理的にそうなんだけど、それが残るよりうまいことさ、できるから。それはうまいことは無理でしょ、まず。それはね、アニメの見すぎっす。うん。アニメっつうか、ドラマ。でも、ろうそく切ったとこでこう止めてる。いや、抜けた後もここに乗ってるやつですよね。抜けた後もこっちに残ってる。で、火がそのままついてるんでしょ、あれね。そう。確か。これは、落ちてくる一文線だから、はい、背中を、居合抜きして切るシーンが好きだよね。うんうん、ね、こういうやつね。そう、うん。あれはね、かっこいいね。かっこいいよね。うん、これは、あれですよ。刀抜くと、隕石落ちてくるんですよ。何それ、知らないですか？刀抜く、ザトイチですか？そう。え、そんなシーンありましたっけ？ザトイチっていうか、ワンピースの、海軍大将とか、ザトイチモデルじゃないですか。あ、刀抜くと隕石落ちたけど、かっこいいなと思って。多分、ここは、今、勝新太郎のザトイチの話をしてたんですね。はい、いきなり、ワンピースのに行かれても、ピンとこないです。あ、なるほど。意外と天然っすか、こちらへさん。意外と、そうっす。意外とかもしれないです。もう、あれ、我が道を行くって感じだよね。それでいいと思います。はい。こちら、すいません。はい。わかりました。お願いします。はい。で、これちょっとサビが。そうね、解かないと。まあ、ただ、切るんで。うん。解くっつっても切った後かなと。うんうんうん。どうせ引き傷つくし。うんうんうん。だからもう、研ぎを前提に切って、うん、まあ、あと古い刀なんで、本来は、まあ、そう、本来は私は、まあ、ね、そういう古い刀では試し切りは したくないというか、しないんですけれども、うんうん、まあ、今回はちょっと、まあ、こういうご依頼があって、私もやっぱ気になるところでは、うん、検証しないとね。あったんで、こういうちょっと細身の、本当に仕込み用の刀っていうのは持ったことなかったので、うん、まあ、それは、一回はちょっと、味わってみたいなと思うので、まあ、これは研ぎ前提とした。うん、試し切ると、はい、いうことで、まあ、本来はダメですけどね、古い刀で切るっていうのはね、うん、このまま保存しとくとどんどん朽ちていっちゃう、うんうん、切った後は、まあ、きちっとね手入れさせていただいて、まあ、あとは白鞘に入れて保管をしようと思いますんで、はい、はい、じゃあすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。刀剣片屋さんもよろしくお願いします。今どうなんですか、こしらえどのくらいかかるんですか。なんか注文この間さ、すげえいっぱい来て、全然もう間に合ってないですって言ってますけど。変わらず半年ぐらい。ああ。まあ結局、まあ前も多分言ったと思うんですけど、はいはい、
急ぎようがない作業なんで。そうですよね。そうですね。まあ、だから、まあ、一人でペースもずっとマックスですけど、はい、じゃあ早く終わるのっていうとやっぱ、まあまあ早くは終わんないですからね。そうなんですよね。早くやると手抜きになりますからね。まあ、まあ、塗る回数とか減らすってことじゃん、はい、っちゃうんで、ね、はい、はい、こしらえ頼むときは半年ぐらい待てるであればぜひ、そうですね、はい、こしらえさんの方にご依頼いただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高評価、チャンネル登録よろしくお願いでござる。 Twitter、Instagram、その他いろいろやってますので、そちらの方も登録よろしくお願いでござる。